listening to Shibuya Cross FM.こんばんは。8月27日アーティスト M の時間です。キャプテンの太陽一郎です。パッキャン。こんばんは。マネージャーのフォンチーです。この番組は夢に向かって走り続けるアーティストを応援する応援エンタメバラエティーです。そして一緒にアーティストを応援してくれるカリニューブです。どうぞ。はいそれではアーティスト応援部スタート。はい、今日のカリニューブの当番はお嬢とてんちゃんです。はい、こんばんは。カリニューブのお嬢とてんちゃんです。長いわ、はい、長いわ。お願いします。長い長い。さてさて、8月も最後ということで。あ、そうだ、はい、夏休みがもうそろそろ終わるんでね。そうですね。はい、だからもう今多分めっちゃ必死にみんな宿題をやってるか、めっちゃ必死に遊んでるかどっちかですね。まあ夏が終わりで、でもね、暑さもピークが過ぎて、うん、残暑って感じですね。涼しくなってきたかと思ったら今日ちょっと暑かったですね。朝暑かったです。ちょっと寝ぼせました僕も。ね、朝起きたのがぼーっとして、おこれはやばいかって思いましたけど、全然、はい、はい、かき氷食べたら大丈夫です。相変わらず食べてるんですね。いや、もうかき氷マシンをね、自分で購入してからね。そうですよね。もうなんかシロップもすごいこだわって自分で作ってすごくない？すごい、すごい。ゼロカロリーのかき氷を食べてますから。ゼロカロリー、ゼロカロリーかき氷で、リフレッシュして一日が始まるということですね。はい、じゃあ早速今日はもう先に進みましょうか。はい、はい、というわけで本日もテアキャプテンと私モンチ、そしてカリニューブの部員たちで本日も番組を盛り上げていきます。番組のフェイスブックページも皆さんぜひいいねをしてください。よろしくお願いします。ではここで1曲お聴きください。ミーメグさんでホールディングユー。シャグシガレットメニギタースピーDrop of a leather Sound of shift back どれも全部 It's your little love それでは最初のコーナーに参りましょう。キャプテン、最初のコーナーは、はい、ノートレサタデーイエーイということで、1週間の疲れ切った頭をほぐす3分間ストレッチクイズを出題します。皆さんの頭をストレッチしてすっきりして有意義に週末を過ごしましょう。はい、今日はですね、やっぱりもうサクッとすっきりしていただこうかなと、はい、結構簡単な問題持ってきましたので、もうぜひこれは よろしくお願いします。今日はいつもなんか3分間って言ってますけど、全然3分じゃないですよね、はい、そういや3分想定で作ってるんですけどねなかなかちょっとなかなか答えられないから、うん、ので今日こそね、確かにサクッていきたい、サクッといきましょう、はい、じゃあ問題です、はい、2人の男が海で遭難をして小さな小さな無人島にたどり着きました。うんうん、二人はその無人島で一番高い丘の上で、一人は北を向き、一人は南を向き、一
四六時中向きを変えず声を掛け合って、まあ助けが来るのを見張っていました、うん、そんな時片方の男が、おや右のほっぺに傷ができてるね、大丈夫かいと声をかけました、うんうん、なぜ男は相手の男にの頬に傷がついたのに気づいたのでしょうか。確かになんで、うん、見えてないのにってことですよね。後ろそうだよね、背中合わせってことだよね、はい、2人の男が海で遭難をして小さな無人島にたどり着きました、うん、2人はその無人島で一番高い丘の上で、1人は北を向き、1人は南を向いて四六時中向きを変えずに声を掛け合って見張っていました、うん、そんな時に片方の男がもう片方の男に、おや右のほっぺに傷ができてるね、大丈夫かいと尋ねてきました。なぜ男の方に傷ができたのが分かったのでしょうか。四六時中向きを変えずに、はい、多いね、傷ができた男が座ってる、はい、向いてる方向、方角は関係ありますか。どっちでも大丈夫です。北でも南でも大丈夫です。それは関係ない。もうこれはもうサクッといっちゃおう。もう、いけない。はい、はい、北と南だから背中合わせかと思いきや、うん、別に向いてる方向は、うん、別に、あ、そういうことってことじゃなくて、あ、ちゃんと言ってください。いわゆる北と南って言われたら背中合わせってイメージだけども、別に最初の向きが左でも右でもよくない。左でも右でも、いや、そうじゃなくて、なんて言えばいいのかな、背中合わせじゃなくて逆に向かい合ってた。正解です。あれ、すっきりした。だから向かい合っていれば、例えば僕とてんちゃんだったら、僕は南を向いてて、てんちゃんは北を向いてる、確かに、はいはいはい、いうことになりますので、正解です。おー、これ今までの最速じゃない。確かに、最速だ。背中合わせじゃなくていいっていう、はい、そうですね、背中合わせじゃなくてもよかった。おー、3分どころじゃないんじゃない今日。いや、今日めっちゃ最速、すごい。これはすっきりしましたね。やったー、はい、というわけで、すっきり、すっきり、今日はすっきり。はい、以上、ノートレサタデーのコーナーでした。もう早いな、次の曲のことは。はい、ここで1曲お聴きください。奈良姉妹さんでフラワー。愛それぞれに花びら広げ、街を彩って輝く Wall up、 太陽の足跡を体中をつけて、君は私のもの。それでは、カリニューブの部活動に参りましょう。キャプテン、今週の部活内容は？はい、フォンチーの部活動。フォンチーさん、私の部活動。はい、今日はね、まあ、フォンチーさんが休養前ラストということで、はいはい、フォンチーさんを中心に部活動をやっていこうと思います、うん、ありがとうございます。なので、今日はフォンチーの部活動という。フォンチーの部活動、カリニューブじゃなくて。カリニューブじゃなくて、はい、そう、はい、そしてですね、内容といたしましては、うん、はい、まあ、今まで我々がこう、なんだろう、我々キャスト側がフォンチーさんに、まあ、聞いてみたかったけど聞けなかったこと、で逆にフォンチーさんがカリニウムのメンバー、そして僕に聞いてみたかったけど聞けなかったことを、まあ、お互いちょっとこう言い合って、まあ、答えていくってことですか。そうそうそう、まあ、これ改めてね、もう一度ちょっと絆を深めて、ね、はい、絆深めるのにいなくなるんですよね。あ、いや、その、なんか一瞬、なんだろう、あの、
戻ってくる時までの大丈夫かな、つながってるよねっていう。なるほど、確認をし合ってから。だからもしかしたら内容によってはね、このまま今日、もう戻ってきたくないですって言われる、はい、やばいやばい、悲しい、やばいやばい、やばいっていう可能性もあるかもしれない。そうですね、確かに、うん、ということでね、ちょっとそれやっていきたいんですけど、はい、まずはですね、ポンチーさんが我々に聞きたいこと、いっぱいありましたよ。いっぱいありました。もうそれこそ、まあ、それぞれに、うん、お嬢、はい、てんちゃん今日いないけど、アミティ、うんうん、それぞれに聞きたいことも、うん、それぞれ5個ぐらい、たやさんもですけど5個ぐらいあって、はいはい、全員に対して聞きたいこととかも一応箇条書きして30歩ぐらい出てきちゃって、これ番組終わるわって思ったんでまあ厳選してきました、はい、まあ、厳選しきれてないんですけど、それでも。ちなみにですね、ポンチさんが今日まあ、休養前最後なんですけど、はい、まあ、アミティはですね、うん、ちょっと、まあ、学校の用事でどうしても来れないということでね、うん、それはしょうがないです、まあ、1ヶ月未満で言われても帰られないですっていうまあ確かに。でさらに言うとね、ずっと番組お世話になってる、はい、ディレクターも先週コロナの陽性が発生してみんないないというね。タイミングみんなだから今いるこのメンバーが今すべてですから全メンバーちょっとね、ヤミには事前に質問聞いて、はい、答えいただいてるんで、はいはい、アミには、事前に質問、ポンチさんへの質問ももらいましたし、ポンチさんからの質問にも答えていただいたので、はい、今日はカリニエブの2人が代読してくれるということで、はい、楽しみ、はい、お願いします、はい、じゃあまず誰か、はい、じゃあお嬢から聞いていいですか。ドキドキいいですか、はい、早速行っちゃっていいですか。早速いいですよ、はい、まず私がお嬢に聞きたいこと、はい、2つあるんですけど、はいはいはい、まず1つ目、YouTube 儲かってる？聞きたかったいきなりお金の話って。いや、やっぱりちょっとうちの番組でも炎上先輩じゃないですか、はい、あ、そうですね、はい、で YouTube も毎日のようにちゃんとやってて、はい、私も一応やらせてもらってるんですけど、はい、儲かってんのかなと思って、ちょっとやっぱ聞きづらいけど、もうこの際聞き逃げしてしまおうと思って。いや、ずるいなまあ、確かにね、ちょっと気になるなと思って、これ多分皆さんも気になってたんじゃないかなと思って。気になってました、めちゃくちゃ。いや、でもぶっちゃけ儲かってないです。あ、そうなんだ。はい、全然もらってないですよ。あれだけ更新もしてて、はい、見てる方も多くて。そうですね、私の場合はショート動画が結構メインで回ってて、で、YouTube にはショートファンドっていうショート動画が多く回った人に報酬が与えられるっていう制度があるんですけど、うんうん、私がそれこそ炎上してた時炎上してた時は、うん、まあ、そのショートファンドもいただいてたので、まあもらってたんですけど、その時は、はい、今はちょっとその炎上も落ち着いたので。じゃもう一炎上しなきゃいけないわけですね。そうなんですよ炎上し続けないと厳しいんだね。そうですね、月にショート動画を、100万回ぐらい回したらショートファンドもらえますよ。あ、そうなんだ。はい、上位何名とかその動画の内容とかを評価されて、1本ってか、そのなんだろう、こう回った動画に対しての報酬なので、うんうん、そのいわゆる広告収入とはまた別の単発の報酬になるんで、その時は100万以上いったわけ。あ、いはいはいはい、100万って再生回数、再生回数か、再生回数は、はい、炎上した時は普通に1本の動画が300とかも、そうです、そうです、300万で、それでもらえたんだ。そうです、その単発の報酬で入ってきてたんですけど、今はへーって いくらいくら値段まではちょっといくら。ショート動画もまあちょっと落ち着いたのと、うん、動画投稿、生放送じゃなくて動画投稿に切り替えてる時期なので、うん、そんなにもらってないです。うん、てか全然、はい、そうなんだ、はい、もらってない。やっぱ難しいよね。難しいですね、なかなかね。じゃあやっぱ炎上してた時はまあ、はい、炎上してた時はそうですね、炎上言い方が悪いね、動画が回ってた時か、動画が回ってた時はもらってましたよ。あ、ちゃんとなるほどね、はい、もらってました。はいはいはい、ですって。あ、なるほどそうです。もう今日いいかな、聞けたからおじさん一番聞きたかったから。あ、てんちゃんのもあるよ、ちゃんと。はい、続きまして2つ目なんですけど、はいはい、まあ、お休み中インプットできる時間がいっぱいあると思うんで、うんうん、私必ず見るので、うん、ちょっとやっぱお嬢詳しいんで、はい、これは絶対見てほしいっていうアニメ、うん、
アニメベスト3を教えてほしいです。わかりました。お嬢セレクト。ちなみに、苦手なものはありますか？特にえぐいのもいけますか？いける。むしろえぐいの大好き。 OK です、わかりました。じゃあ3つ、まず、あ、じゃあメモってください。メモる。僕のヒーローアカデミア。あー、知ってる知ってる。これジャンプ作品で、めちゃめちゃ感動できるんで、私すごいハマってます。おー、はい、見てほしいです。1個ですね。はい、で次、メイドインアビス。あー、これは、はい、これは名作ですよ。はい、今リアタイで放送され、2期が放送されてるんですけど、ほうほう、これは、えぐいです。えぐいんだ。はい、絵柄はめっちゃ可愛いんですよ。ちっちゃい女の子が主人公で、もう本当に教育テレビです。本当に、そうそうそう、絵柄だけ見たら教育テレビって感じで。それなのにえぐいんですか？めっちゃえぐい。はい、そうなんだ。はい、これはギャップもあるし、なんか作者さんはどんな人生を歩んできたんだろうって思う。いや、だってあの主人公のあの眼鏡かけた女の子が、はい、うん、まさかあそこで、うんうん、石ドーン。ちょっと言わないでください。ちょっとやだ。ネタバレしようとしてない。いや違う、多分思ってるのと違う。はい、思ってるのと違う。あ、違うんだ。違う、はい、これはいい意味でえぐい方に裏切られる。そう、あ、はい、そうなんだ。あ、そういうの大好き、うんうん、あ、でもストーリーはすごいいいですよね。はい、めっちゃいいです、はい、アニメがメイドインアリス、アビス、アディス、アビス、アビス、アビス、はい、そうです。1期があって映画が入って2期があるって感じなんで、その順番で見た方がいいんだ。そうです。うん、はい、了解です。はい、で3つ目、はい、ハンターハンター。おお、はい、ちょっとこれ王道知ってる知ってる。見たことありますか？え、見たことはないけど知ってるよ。主人公の顔もパッて出てくるし。あ、本当ですか、うん、これもなかなかあの設定が細かくて、いろいろ考察とかもできるようなものなんで、ただその難しいものを、まあ、ジャンプで連載されてるので子供にも分かるように簡単に伝えてるみたいなところがあって泣けるところも多いんで、ちょっとなんか意外でした。なんか結構最新系のアニメをおすすめしてくれるのかなと思ったけど、はい、なんかファッチーさん前にあのナルト見たことがあるっていう話で、あ、そうそう、ナルト好き、見てた、一回盛り上がったので、なんかまあそれ系で、なるほどね、はい、で休養中なんで長く見れるやつ。あ、ありがとう。ハンターハンター、大丈夫ですか？主人公ちょっと影薄いですけどね。そうなんですか？もしかしたら主人公と思ってる人違うかもしれない。違いますよ。主人公今出てきてますよ。黒髪ですか？あ、そうです。あ、じゃあ、あ、全然、あ、だよね、そうだよね。びっくりした。ちょっととりあえずハンターは出たわね。できればね、ジャンプで読んでいただきたい。ジャンプで読むか、ジャンプで読むのとコミックで読むのが全然違う。全然違う。え、全部アニメとして見てもいい？最初。あ、もちろん、はい、もちろん、もちろん。知識もなくですけど。はい、もちろんです。映画見ます。お願いします。ありがとうございます。ハンターハンター手出すとワンピース同じぐらい大変ですよ。大変です。そうなんですか？めっちゃ細かいし長いし。でも見ます、はい、お願いします。楽しみ。じゃ続きまして、はいはいはい、今日いないんですけど、はい、アミティにも質問がありまして、なんか事前に答えてもらったんで。そうですね、うん、まあ、今お嬢の手元に、うん、はい、アミはですね、私が質問した1個目は、新しいスキルを1つマスターできるなら何を選ぶのかなって、うん、アミティっぽい答えが面白そうだなと思ったから、ちょっとこれあえてアミティに質問してみました。はい、でもらってる答え読みますね、はい、みんなの心の中が読めるスキルです。はい、それがあったら爆弾発言をコントロールできるからです。自覚はあんの？あるらしいです。 あるんだ。あるみたい。なるほどね、はい、意外。まあ、空気が読めるとこだね。言っちゃいけないこととか。まあ、でもそれがアミティの良さだったりもするんですけどね。あの、あれじゃない、言っていい爆弾と言っちゃいけない爆弾っていうのが判断しやすいから、あ、実は今抑えてるのかもしれないよね。あ、そういうこと。これでも抑えてるのか。それで抑えてるの。あれで抑えてるの。じゃあやばくないだよ。わかんないけど。なるほど。ちょっとなんかあんまりあえて爆弾発言してほしかったりもするんですけどね。じゃあ2つ目、はい、今のアーティストウェブの出演者1人だけ1日変われるなら誰になりたい？はい、これあの1人だけって言ってるのに2つ2人いて、はい、あのフォンチーさんとてんちゃんなんですけど、てんちゃんはその脳みそはアミティのままで体だけてんちゃん。どういうこと？なんで？脳みそはいらないってことですね。なんで体だけ？
はい、で、まずフォンチーさんは私、うん、はい、フォンチーさんいつもどんなこと考えてアーティスト応援部やってるのかを学びたいからあ、真面目真面目、はい、で、てんちゃんは、うん、いつもしらけてるのであんなにアーティスト応援部メンバーに雑に扱われたらどんな気持ちになるのか興味がありますと雑に扱ってるって自覚があるってことだよ。いやもうアミティが一番雑に扱ってますからね、ね、私のこと面白 い、はい、そういう体験してみたいってことか。そうそう、雑に扱われてみたいっていうことですね、てんちゃんみたいに。そうなんだ、多分そういうことだと思います。なるほど、はい、なので頭はアミティのまんまその感覚を受けたいみたいな。へ面白いですね、はい、うんうんうん、アミティらしい、はい、じゃあ3人目てんちゃん、はい、てんちゃんに質問したいのは、はい、好きな声優さんは、好きなアニメはどんな声優さんになりたいですかっていう質問です。はい、私は鬼滅の刃の胡蝶しのぶさんの役をやられてた、はい、早見沙織さんっていう方が一番好きで、もうとにかく滑舌がとても良くて、うん、もうどのセリフでももうセリフが全部わかるんですよ。必殺技とかってオリジナルの言葉なのでわかりづらかったりするんですけど、それもわかるしっていうのが一つと、あと声の質が基本変わらないんですけど、喋、うん、り方とかそのテンポでキャラクターをしっかり使い分けてるっていうところで、聞いたら早見沙織さんなんですけどちゃんと別のキャラクターっていうところが、声色を変えるんじゃなくてってことね。はい、っていうところですごい好きです、うんうん、で好きなアニメは結構何回かラジオで言ってるんですけど、うん、ソードアートオンラインっていうのがめちゃくちゃ好きで、これは中学生の時に出会ってそれからもうずっと推してる作品なので、ぜひこれも長いので、うんうん、ぜひ時間があれば。増えちゃった増えちゃった見てほしいです。見切れるかな。で、どんな声優さんになりたいかっていうのは、ラジオに出ててちょっと思ってたことが、こう素直にこう人に何か言われたこととかをこう聞けて、なんかこう人から好かれる声優さんになりたいですです、はい、なんか笑うんですか。いや、わからない。私この質問をあえててんちゃんに真面目にした理由が一個あって、てんちゃんこうやってなんか事前に聞くとめっちゃこう細かく答えをすごく用意できるのに、うんうん、いざパッて好きな声優さんはって聞くと普段答えられないことが多いイメージで確かに確かに、そうそうそう、だからあえて聞いてみたんですよね、うんうんうん、じゃあアドリブが聞かないんだね。そうなんですよ本当に固まっちゃって確かに事前の用意してもらうものに関して言うと、はい、てんちゃんいつもびっしり書いてる。そうめっちゃびっしり書くのにで、こんだけ好きな声優さんいて好きなアニメも語れるのにパッて聞かれると急に答えられなくなる、自信がなくなるんですよ。てんちゃんはね、その練習した方がいいと思う。あー、はい、ちょっと本当はこう事前に言おうかどうか迷ったんですよ。なるほどね。そう、でも私この後てんちゃんに質問するやつこれ絶対私事前にてんちゃんに言わないと多分てんちゃん死ぬなって思ったんですよ番組中にありがとうございます。だからちょっといただき、はい、事前に言ったんですけど、2つ目がですね、はい、私過去に、はい、アミティに変なあだ名をつけられた、はいはいはい、肩書きみたいにつけられたんですけど、それをちょっとてんちゃんのネーミングセンスで私にあだ名をつけてほしいなと思ってもうほんと今日打ち合わせで聞いた時からもうすごい嫌でだいぶだいぶでも時間ね、はい、あるからね、うん、2時間ぐらいあるから、うん、今日のこの打ち合わせで生放送まで2時間半ぐらいかな。いやいや、やめてください、まあ、時間与えたからまあね、すごいいいネーミングもらえるんじゃないかなって思ってるんですよ。ボンチさんに対するあだ名ですね、はい、そうです、うんうん、おてんちゃんがあだ名が良かったら今後ちょっと肩書きにしようかなって思う。もう、まあ、うちの番組ではもう復活した時にはもうその名前で出てもらうかな。なんかのフォンチーですって言うかもしれない。なるほど、うん、フォンチーもないかもしれない。もしかしたらないかもしれないもうすごい良かったら分かんないよ、ないかもしれない本当にわかりました。じゃあ、はい、じゃあ発表しますよ、はい、お願いします。いきます。フォンチーさんの、はい、あだ名はテカリスナイパーです。テカリスナイパーテカリスナイパー、はい、どういうこと？テカリスナイパー、まあテカリの方はなんとなくわかりますから、はいはい、そうですよね、はい、よく言われるんで、うん、ちょっとよく、はい、スナイパーは、でもスナイパーも響きはかっこいいよね
スポンジーさんの結構そんなにたやさんほどこうバーって喋る感じではないんですけど、うん、こうパッと言う一言がこう狙いすましたようにパッと言う一言がバッと受けるので、なるほど、ちょっとそれが羨ましいなって思ってつけました。まあ、いわゆるあれね、テロップに出る言葉をズバンと言えるっていうのね。そうですね、私はあの言えないタイプなのでとても羨ましいなと思ってつけました。ありがとう。スナイパーってとこはそういう意味が込められて、テカリは単純悪口じゃない、うん、まあでもあの申し訳ないです、テカリじゃなくてもよくないじゃん。申し訳ないですけど、テカリに関してはちょっともうこれはあの受け止めてもらうしかないです。受け止めてもらう。僕も過去にあの大の大冒険のヒムっていうキャラクターがいるんですけど、あのフォンジーさんにヒムってあだ名をつけてこれはテカリじゃないんです、ツヤって呼んでください。あのチェスのポーンのキャラクターでトゥルンとしてて銀色なんですよ。知ってますよ、私その後調べましたもん、ちゃんと番組中分かんなかったんで、何のキャラクターなんだろうって調べたんですよ、ちゃんと。テカリスナイパー、テカリスナイパー、スナイパーだけ響きすごいいいんだけどなです。はい、ありがとうございます、はい、テカリスナイパー、はい、まあ、多分使わないかな。あー、使われない。ボツだった。続きまして、タヤさんに、はい、質問したいんですけど、なかなか珍しいですけどね、僕が質問を受けるの。あ、もう気になることあるんで、はい、まず一つ目ですね、たやさんのダイエット企画はいつ始まるんでしょうか。なるほど。これなんか実はですね、これめちゃめちゃタイムリーなんですよ。そうなんですか。あのですね、まあ、よくあのジムに行ったとか、いろいろ話をしたんですけど、今まではね、あのジムといってもね、あの24時間行けるところに行ってたんですね。はい、そこだったら、まあ、いつでも行けるし、うん、忙しいスケジュールでも大丈夫だなと思って行ってたわけなんですが、うん、まあ、いかんせんね、いつでも行けるってことはいつでも行かなくていいってことなんだって。でさらにですね、あの24時間体制の ジムっていうのはですね、うん、運動が好きな人が行くところなんですよ。基本的に自分で使う器具を使って、はいはいはい、ね、そりゃ ね、やりたくない人がね行ったところでね、それはどん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 やらなくなっていくし、短時間でせっかく経過を出したいから、めちゃめちゃハードなことやって、だんだん行くのが億劫になってくるんですよ。でですね、約そうですね、1年間ぐらいの幽霊会員を経て、ジムを解約しまして、はい、今ちょまさに、パーソナルのキックボクシングのジムに通い始めました。はい、結構な運動量じゃないですか。プロレスラーの方、プロの方が指導してくださるんですけど、ちゃんとなんですか、きつすぎず、でしかも最後はミッド打ちとかもあって、やっぱちょっとストレス解消にもなるし、と、いうことで今そこに通ってて、あ、なんかこれだったら続けられそうだなと。もう予約とか取ってるから行かなきゃいけないじゃないですか。そうですね、待ってるわけですから先生が。確かにドタキャンできないですよね。そう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 、雨の日も行かなきゃいけないということで、まあ、今そういう、じゃあやってるんですね、はい、ちょっとなので、本当にちょっとやばいかなと思ってたので、あ、じゃあもうスタートして、じゃあ、戻ってきた時にはスマートなタヤさんが見れるかもしれない。かもしれないですね。もしかしたら、うん、スマートだったらいいですけどね。逆にムキムキになったらどうします。え、ムキムキでもいいじゃないですか。ふっ、さすがの。ちょっと喉もね、そっち寄りになったらどうしよう。どうしよう。次のコーナー行きましょうか。もうキャラ変わってるじゃないですか、そもそも。戸惑うわ、戻ってきてそれだったら。まあでもわかんない、でもそう、まさにっていう感じでございます。なるほど、はい、じゃあもう一つ、私がガチで本当に気になってるやつなんですけど、まあ、いろんなジャンルのいろんな知識をたやさんってすごい豊富に持たれてるじゃないですか、はい、仕事もしててご自身のお時間も、はい、まあ、作りづらいだろうに、うん、いつそういう情報を収集してんのかなって思って、でたやさんって何でも聞けば大体返ってくるイメージなんですよ、はい、私の中で、ね、歴史もしかり、うん、アーティストさんとかがいらっしゃる時とかも、うん、アーティストさんの話に大体乗っていけるじゃないですか、うんうんうん、私とかはもう分かんない、はいはい、ものは本当に分かんないし、はい、アニメもだって大体ついていけるし、うん、私が出す映画も大体分かるし、確かに、なんでそんな何でも分かんのかなと思って。分かりました。ですね、これに関してちょっとガチレスすると、うん、単純に気になったものはすぐ調べるんですよ。逆に言うと気になったことはすぐ調べないともう気が気じゃないので、うん、寝てる、それこそ寝てる最中とかで夢で何かが思いついた時にはって目覚めた時に調べないと
もう気持ち悪いですし、あと基本的になんか仕事をしながらもニュースとか、あの情報を常になんか流しっぱなしにしてます。なるほど。なんでニュース系統に関してはそうですね。なるほど。最近ちょなんかテーマトークが結構時事ネタが多いじゃないですか、はいはいはい。で私とか仮入部が意外と時事ネタをそんなに知らなくって本当に弱くて、それをこの間田谷さんに言われた時に、いやでも本当そうだなと思って、ニュースは見ようよ一応見てるんですよ、はい、朝とりあえず起きたら私ニュースはつけるんで、はい、その日起きたニュースとか見るんですけど、うんうん、それこそ甲子園だったりとか、うん、まあオリンピックだったりとか、そういうなんか行事ごとの細かいところまでは、まあ、流し見だからこそ多分ちゃんと分かってないっていうのもあるんですけど、うんうんうん、まあ、それこそ甲子園とかで言ったら、僕今年は近江高校がすごい、ピッチャーの山田君が、うん、はい、で、って見た時に、でも近江高校ってまあ昔からいなくはないけど、そんなめちゃめちゃこう、うん、すごい強豪ってわけでもないのにってなった時に、なんで山田くんは近江高校行ったんだろうが気になって、それを調べるんですよ。あ、それに詳しくなってくる。でそれでチームメイトの、津田くんだったかな、がその滋賀県、近畿地方で滋賀県だけが、優勝旗を持って帰ってないと。うん、そうだから滋賀県の高校に優勝旗を持っていくために近江に行かないかっていう話で行ったと。ってなった時に、あ、なるほどねってなったら、今度近江高校に興味があって、うーん、でそうやって発生なってきた時に、卒業生誰がいるかなってたら、まあ、ダイヤの津田さんが卒業生らしいんですけど、っていう風な感じでどん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 調べていくと、勝手になんかそのスポーツから始まってるけど、その今度はその近江ってじゃあどういうとこ、まあ近江は分かりますけど、近江ってどういうとこなんだろうとかっていうのを調べてって、ひとしきりこう調べていって飽きたら止まるので、だそこまでの情報っていうのは入ってきますよね。なるほどね。え、それもどのジャンルも関係なくですか？私は結構自分が好きな映画とかはもうとことん調べたりとかするんで、それで言うと知らないことの方が嫌なんですよ。あ、だから本当になんか一回なんか図書館の話出たじゃないですか。だから今は本当に目の前に図書館があるから、まあもちろんね、あのウィキペディアとかの情報で間違ってるものももちろんあるんですけど、なんかもうみんなすぐ調べてすぐ情報を手に入れられるのに、なんでみんなそんなに気になること調べないのかなって思います。気になることしか調べないからなんでしょうね多分。で逆になんかスポーツとかそんな見ないからいいやって多分なっちゃうから、うん、なんかそれこそこの間の時事ネタの甲子園とかもついていけなかったのかなと思って、ちょっと自分が知らないジャンルにも手を出してみるってことですね、うんうんうん、そうですね、なんか知らないことがを知るのが楽しいし、確かに。あとなんか喋ってて使えるじゃないですか、いろんな人と喋るとき、はい、それは最近より思いますね、うんうん、ちょっと勉強します、はい、あとはなんか意外にキーポイントだけを押さえてるジャンルもあります。だから前編を知ってないんだけど、ゴルフとかも全部を知ってないけど、キーとなる部分と、あとここ知ってたら2だよねっていうところとかを押さえてたりします。絶対だって田谷さんとゴルフの話したらもう大体絶対喋れるじゃないですかっていうふうに思われるけど、でもやっぱ詳しい人からすると実は浅かったりするのかもしれないですね、それは。でも入り口入れるだけでもね、違うじゃないですか。あとは残り時間を見て話しますこれは朝まで行くぞって時はもう逆にいや知らなかったっすわって言っちゃう。でもあとこれ10分ぐらいで終わるなと思ったら、自分が持ってるもう手札を全部使って戦うっていう感じですね。ちょっとみんなに聞きたいことがありすぎて全然時間が足りないんですけど、これじゃあ全員分、全員に一通り聞きたいことがあるんですけど、ちょっといっぱいあるんで一番聞きたいやつを聞きます。はい、私フォンチーに直してほしいところ、もしくは今実はこんな偏見を持ってますと思うことは、あ、なるほど、ね、を遠慮なく言ってほしい。フォンチーさん直してほしいところね。直してほしいこととか、実は私こう思ってるんですけど実際どうなんですかみたいな。あ、印象ってことだよね、はいはい、第一印象じゃなくて、はい、こう一緒にずっと番組やってるからこそ多分みんなが思う印象みたいなの絶対あると思うんで、そういうのちょっと改めて聞いてみたいなと思ってじゃあこれはオブラートなしで。あ、なしなしなし、そういうのいらない。はい、はい、じゃあいいですか、うん、はい、
直してほしい。お嬢からいきますか、はい、先陣切って言う、ね、先陣切って先陣切って直してもらいたいところがあるぞ。いや全然いいよ、この際だから聞きたい、はい、直してほしいところは一緒に写真を撮りにくい。え、なんで？なんかタイミングとかなんかSNS 関係とか載せていいのかどうかとか、なんかいまいち線引きが分かんなくて切り込みにくい。そうなんだ、はい、それは意外だった。なんか結構私むしろ撮ってくれないなって思ってたんだ、はい、本当に逆になんかカリニエムが撮ってるところに私も行くみたいな、なんかさ、はい、ババア一人がなんか調子乗んなよって感じじゃん。え、全然入ってきてほしい。言ってほしいぐらい。あ、本当ですか。行こうよって言ってくれたら結構嬉しいもん。え、それは意外だった。あ、これはいい機会ですね。これで今またたまりが一つなくなりましたよ。よかった、それはちょっと意外だったかも。じゃあ今度から声かけだってもう3年半も一緒にいるんだよ。そうなんですけど、今更感みたいなとこあるよね。いまいちなんかタイミングとかがつかないなって思ってね。全然いつでも、はい、で、偏見はパトロンがいそう。それはなんかもう漠然と芸能界に向けてる。それどういう時に思った？めっちゃ面白いけど私はね。いや、なんか、うん、いや、ちゃんと女優としてお仕事もされてるけど、うん、すごいけどなんかそれ以上なものを持ってる感じが。それ以上なの？それ以上のもの持ってた。何？ちょっとこれはちょっと失礼になるかもしれないけど、そこまで高価なものを持ってるイメージはないからね。ないです。なんかバーキン持ってますみたいな感じじゃない。確かにそうなんですけど、なんかちょいちょいなんかそういいとこのご飯食べてそうとか。あ、やっぱね、そのイメージめっちゃ持たれるんですよ。でも確かにね、ちょっとうんうんうん、いわゆるなんだろう、ちょっとハイソな感じはするよね。そう、そう見えてるだけで、うん、実際好きは大好きだし、いつも思うのがラジオ帰りなぜかマックのポテト食べたくなるんですよ。そういう人間よ私。サイゼリア大好き人間だし。え、なんかサイゼとか誘ったら来なそう。全然これエビのカクテルサラダが、サラダが好きすぎて、これがイタリアンみたいな。そう私エビのカクテルサラダ好きすぎて、この間サイゼでドレッシング買って帰りましたからね。それぐらい好きよ、ね、それぐらい好きよ。生ハムって切られて出てくるやつなんだとか。なんでそんなイメージあるの？目の前で切ってくれるんじゃないんだみたいな。よ、ブランドもんも全然興味ないし、基本全部ネットでどんだけ安く買えるかを見てるし、でアマゾン、楽天、そうだから大型ショッピング系のサイトから、はい、なんかこう個人ショップとか見て一番安いとこでしか買わないし、ポイントマだからポイントカード持ちまくりだしみたいな。意外に主婦よ、ちゃんと。なんかティッシュとかアマゾンで買ってそう。街中で配られてるポケットティッシュ絶対もらうもん私。絶対もらうよ、本当に。ポケットティッシュ家に10個以上あるからね、私。ぐらいで。まあ、でもこれはあくまでもイメージですか、ね、いやでも面白い、そう思われてるんで、うん、全部正反対よ。ですね、そう思ってたんと違う。めっちゃ面白い。続いて店長は。はい、私は直してほしいところだけなんですけど、うん、楽屋にいるときにすごい自由に話しかけていただくのがちょっとたまに困ることがあります。話しかけるのと逆でさっきと逆です。話しかけんなと。なんで逆に気になる。さっきもちょっと話したんですけど、なんかこうお題とかがあると私めちゃくちゃこう調べて直前とかまでずっとこう書いてるんですよ、うんうん、そうね、書いてるね。でその時に本陣さんがそういえばてんちゃんさって言ってずっとこうやって話すやつ話す。なるほど。いや、てんちゃんは真面目で勉強したいんだよ。迷惑だと。だから テスト前に一生懸命勉強してんのに、なんでてんちゃん勉強してんのみたいな。昨日のあれ見たみたいな感じの。あ、そうなの。直前にやる私も悪いんですけど、調べてこうやって書くのストップしながら、確かにやってくれてる。あと1分ですとか言われて、やばい、書いてない、何も。あ、もう小さい、ちょっと。あ、そうなんだ。ちょっといつお話を切ろうかしらって。あ、そうなんだ、すいません、直すつもりないですね。だって話したいんだもん。まあしょうがないですね。ちゃんと空気読んで話すわ。あ、今てんちゃんやってんなと思ったらちょっと遠慮するわ。なるほど、面白いですね。
いや面白い面白い。じゃあ僕からいきますか。あります。あの僕はちょっとさっきの話につながるんですけど、うちの番組はですね、あの仮入部という、うん、まあ部員の子たち、うんはい、と、MC 陣2人というスタンスでやってるんですね、うん、そうですね、100歩譲ってですね、うん、仮入部の あのこれから頑張っていきましょうの子たちがですね、うんはい、知識がないことに関しては、まあ、番組としては成長していきましょうという話になるんですけど、フォンジーさんもねそれなりにやっぱりねこう芸能活動も長くてですね、人生経験もあって、はいはいそうですね、MC というこう、うん番組を引っ張っていく立場であるんですけど、その立場の人がですね、はいはいはい、毎回こうトークのお題とか出た時に、うんうんうん、知らないって言われるとほぼほぼ同じぐらいな感じの同じですね、みんなと同じ多いかもしれないぐらいな知識量なので、うんうん、ちょっとね僕がワン MC になる時があるなっていうあそれはすみません自覚してます最近より自覚してるからこそさっきの質問が出ました、うん、あそうですねまあ、そういうところはちょっとあるなっていう、ね、確かにそれはちょっとそうですね、まあ、だからこの MC という こう番組を引っ張っていく立場としてはちょっとねこう知的な部分もね、そうなんですよ、最近それすごい自分で思っててるんで勉強します。それは本当申し訳ございませんでした、うん、そうですよMER とかの番組とかでもやっぱりこうね知的な方のはい、役をやってるわけですから。そうですね、うんはい、そうなんですよ。なんですけど中身こんな感じなんでなんかしっかりしなきゃですね。そうなんですよ。それはでも本当思いますね。情報収集しっかりしなきゃなっていうのはあるんで、はい、ちょっとその辺がちょっとそうですね、はい、パワーアップして帰ってきたいなと思います。ぜひぜひよろしくお願いします。ほとんど私が聞きたいのでなんか時間が過ぎちゃったよ。なのでちょっと先、続いて、はい、逆ですね、ポンチさんに聞きたいこと。ごめんなさい、いっぱい聞いちゃったということで、うん、じゃあまず、はい、てんちゃんのいきますか。はい、てんちゃんのですね、まあ番組の MC をするときというやつですね。あはい、ラジオの、MC をされてるんですけど、うん、なんか一番意識してることは何ですかっていう一番意識してること、それこそたやさんみたいにそうね情報ねとか言いたかった言いたかった、うん、やっぱり知識いっぱい持っとかなきゃねって言いたかったんだけど、私がそういうタイプじゃないんで、なんで意識してること、アーティスト演舞ってアーティストさんいらっしゃるじゃないですか、だからできるだけアーティストさんがいらっしゃるときはアーティストさんをできるだけ引き出して帰っていただきたいなっていうのは意識してます。だからその事前の打ち合わせの時とかも結構田谷さんと事細かく、うんうんうん、いろいろ聞いて引き出したりとかするそのバランスみたいなのはやっぱ意識してますね。でもとはいえ田谷さんほど私は知識がないんで結構田谷さん任せな部分とかもあるから、まあ、そこは逆に私が気をつけなきゃいけないとこだなっていうのはちょっと最近すごく思ってますそれはね本当に結構ちゃんと思ってるんですよ。あじゃあこれはもうパワーアップして帰ってくることを、ね、そうだからちょっとねインプットする勉強する時間いっぱいありますからね。そうなんです、だからもう言い逃れできないんですよ、もうプレッシャーが憲法ぐらい覚えて帰ってくる。じゃあ続いて、うん、お嬢の、はい、もう初期の頃からってやついいですね。はい、初期の頃と比べて一番印象が変わったメンバーは、もうこれ即答、お嬢。私お嬢、お嬢。見た目ですか。じゃあ見た目もそう見た目ももちろん一番そうなんだけど、はい、私が思うお嬢の最初の印象がもう度がつくらい真面目だなっていうイメージがあったんですよ、はい、今が真面目じゃないってことじゃなくって、はい、真面目ももちろんベースで残しつつ、うん、なんかいい意味ですごい自我を持てるようになったなっていう印象はめちゃあって、はいはいはい、それこそなんかこう前に出てくるところとか、うんうんうん、誰よりもこう一番自分が最初に行くとことかも、うんうん、すごいなんかもともと空気をすごい読んで、うん、あ誰も行かなさそうだから私が一番に行こうとか、うん、なんかそれこそ一回お嬢ん家で集まった時があって、はい、そのなかなか殻が破れないみたいな、はい、相談しました。そう相談した時があって、はい、だからもう周りの空気とか変に気にせずに、うん、もう自分がやりたいようにやってみなよって言ってからがもうすごい変わったんですよ、うんうん、で自分のやりたいこととかもすごいなんかしっかり持てるようになったし、うん、それもなんか前に出せるようになったし、うんうん、真面目のベースはありつつもすごい自我が強く持てるようになった印象があるから、うん、お嬢が一番変わったなって思います。いやでも
もそのフォーチーさんの助言めっちゃ聞いてて私にそう、はい、なんかその気にせずとりあえずやりたいようにやってみなよみたいで言ってくれて、うん、そうそう、あ、それでいいんだって思って、まあ、行き過ぎたら止めてくれるかなって、うんうん、この番組だったなって思って、うんうん、その安心感もあって、うんうん、行ったらなんか炎上しました。炎上するとは思ってなかった。炎上しろとは言ってないですからね私。いやでもなんかそれぐらいなんか ぶっ飛んでるっていうか、うんうんうん、思い切ってる方が、うん、なんか本来のお嬢らしさみたいなのが出てきてて、うん、なんか全然前よりいいキャラになったなっていうのは印象であるんで、これはもう、もう私はこれはもう即答でお嬢でした。お、うん、じゃあ続いていきます、はい、じゃあ今日いないんですけどアミティから、うん、ちょっとさっきのてんちゃんのやつの話につながるんですけど、私はフォンチーさんのことを過去にデコの機関車と言った、言ったりと、番組中フォンチーさんにから、え、なんか怒ってんのと言われたりとか失礼なことをたくさんしましたが、正直ムカついてますか？ムカついてる、ムカついてる。あ、ムカついてる、ムカついてるよ、そりゃね。ムカついてますけど、まあでもなんかそれがアミらしい。あアミだから許されるみたいなのもあるし、意外にあるし、デコの機関車お気に入ってんの。そう、意外にあれ、テカリスナイパーはどうですか？テカリスナイパーでも好きですよ。スナイパーっていう響きがいいなと思って、かっこいいじゃんと思って。なるほどですね。でもやっぱりデコなんだなって思いました。二人共通。そうですね、まあ、僕もそこですからね、いじってんの。結局デコなんだなと思ったのは変わらずですけど、まあ別にムカついてて嘘でも冗談ですけど、全然なんかなんだろう、変になんかおだてられるよりもなんかめっちゃ近所の姉ちゃんみたいな感覚で接してくれた方が嬉しいし、だからなんかアミティは結構その辺の壁がいい意味でないから、なんかすごい私は嬉しいなって思います。なるほど、うん、全然ムカついてないです。そんなでムカつく器じゃないっす。まあちょっと時間もね、もうなくなってきてるんですけど、はい、ちょっとじゃあ、すいません、私のが長かったですね。いやいや大丈夫です、大丈夫です。じゃあ僕の質問を最後にさせていただきます。はいはい、戻ってきたときに一番最初に やりたいことは何でしょうか？やりたいこと、はい、もう番組に戻ってきたときに、うん、もうだからもう今からフォンチーさん復活の第1回目をこういうことやりたいよって。あ、企画ってことですか？企画というか やりたいこと、やりたいこと、戻ってきたときに、うんうんうん、そうですね、なんだろ、やりたいこと、はい、残り時間2、あと3分ですからね。番組放送終了まで3分ですから。やりたいことか、はい、特にないっす。ないかい。じゃあもう復活初日特にないっすよ。特にないですね。台本特なしでいきますよ。いやもうレベルアップして帰ってくるつもりなんで。ああ、もう台本なんかいらないと。いらないっすね。私を見てくださいってことですね。わかりました。じゃあ、もう戻ってきたら、まず私を見てください。50分間フォンチーさんを見るという見るという見るという企画を。何様なんだって話ですけどね。すいません。いやいやいや、まあね、ぜひぜひパワーアップして戻ってきていただくということで、パワーアップして戻ってきます。ちょっといろいろね、もっと聞きたいこといっぱいあったんですが、いっぱいあった、全然答え切れてないし、はい、聞き切れてないしっていう、まあ、どっかの企画でできたら。そうですね、いっぱいある、はい、ということで、はい、今週の部活はここまで。せーの、お疲れ入部。はい、ここでカリニューブからのお知らせです。はい、私たちカリニューブは頑張っている皆さんを応援しています。この赤と黒のパーカー姿を見かけたら気軽に声をかけてくださいね。みんなが誰かを応援すればきっと世界は頑張れる。そして番組終了後20時30分からショールーム配信をします。お楽しみに。以上、カリニューブのコーナーでした。はい、ではエンディングです。はい、ここで番組からのお知らせです。アーティスト演舞では番組に出演したいアーティスト募集しております。お家で聴いているあなたも、すぐそこで見ているあなたも、事前打線は問いません。応援したいアーティストがいればどしどし番組にご応募ください。エントリーは番組ホームページからアーティスト演舞、もしくは a-ouenbu.com で検索してください。よろしくお願いします。はい、というわけで本日はあと残り放送終了あと1分ですけど、1分なんか一言。あ、特にないです。パワーアップして戻ってきます。あ、でも毎週放送は見るんで、あもう嫌味かのようにみんなに反省文全部送るから。てんちゃん滑ってたよとか。やばい、嘘嘘嘘、ちゃんと毎週見てはいるんで、気持ちはみんなと一緒です。パワーアップして帰ってくるんで待っててください。はい、お願いします。では
はい、お別れということで。お別れ、はい、あの卒業はしないで、なんか卒業する雰囲気みたいなのあるけど、残り30秒になっております。はい、私が戻るまでみんな卒業しないでね。それだけ。わかりました、わかりました。仮に言う、気づいたらいなくなってるからよって。残り20秒になっております。ということで話はつきませんが、そろそろお別れの時間です。また来週お会いしましょう。バイバーイ。また思い出せたよ、あの頃の気持ちよみがえ